前に撮ってますけれども、はい、今日はオードブルここで作っていただきました、うん、これ見えますか、お寿司まで美味しそう、ね、楽しみ、うん、でここはもう、うん、本当にお世話になっている店なんで、うん、ちゃんと時間を取って、うん、またゆっくりね、しっかり富野マスター仲間です、今インド行きなんで忙しいから、うん、忙しそうでした、お寿司までもらってしまった、私たちが大好きな唐揚げも入ってるよ、ね、ご満悦ということで、はい、それぐらいの、いい感じになってるといいですよね、いいね、あー、おおー、いいんじゃない、どうこれ、いいね、いいね、おお、ちょっと遠い、ここで今から食事をしましょう、うん、はい、楽しみ、ピクニック、イエーイ、オラ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 ーイ、本当風が収まってきていい感じ、うん、ありがとうございます、同席しよう、本当だね、静かだしじゃあお母さん、はい、張り切って準備してもらったですか、張り切っちゃうからね、私可愛いでしょ、これ可愛い、あ、これはブラッドオレンジジェリッシュ、愛媛の柑橘を使った お酒についてくる可愛いバンド、可愛いやば、可愛い、めっちゃ可愛い、今年これ初めて使うけど、いきなりぶち上がるんだけど、これいきなり出ましたね、うん、仙台弁ですあー、いいですね、可愛いね、春っぽい、本当に春っぽい、めっちゃ美味しそうだよ、萌え断サンドイッチ、これも毎年恒例ですね、名前だったな、そして今年はノンアルコールのワインを見つけたので、これで乾杯をしようと思います、ピクニックの準備が整いました、行きました、美味しそう、はい、早く食べたいよ、もうこういうことをするのね、本当に久しぶりですね、母さん、うん、嬉しそうだけど、まあ、残念ながらノンアルですが、うん、あーっとこの音が久しぶりな感じ、ね、ほぼなんか、そしてこのオードブル、うん、美味しそう、オードブル色とりどりよ、オッケー、乾杯、はい、うわあ、なるほど、でもあ、なんとなく気分が気分がなんかワイン飲んでるみたいな、大人のブドウジュースですそうだね、私が好きな唐揚げからいっちゃおうかな、松丸のカフェレストラントミーですね、うん、はい、ここはあのお店もいいし、マスターも素晴らしい、うん、そうで、僕をはじめとする協力隊みんなお世話になってます、本当だね、歴代みんな本当に応援してくれている、いただきます、唐揚げ大好きな、味付けがね、なんかね、うん、絶妙なのよ、かなはこの唐揚げ好きだね、うん、ね、本当に好きだね、おいしい、相変わらずですか、うん、安定のなんて言うんだろうな、下味の付け具合っていうのが、うんうん、そうなの、あの唐揚げ世の中にたくさんあるけど、うん、ちょっと特別だよね、この唐揚げ、そうだね、我々にとって、うん、オリジナルな、うん、最高だね、あ、うん、すげえ嬉しい、嬉しそう、太蔵さんも食べなよ、そうですね、この見てください、このタルタルの海、あ、これタルタルなんだ、私ずっとなんだろうと思って、じゃないの、海にタルタルの海、ダイブ、これ、タルタルの海、タルタルの海憧れのタルタルの海、うちではありえない、このありえないです、ね、タルタルの海が、ちょっと待って、お、もうちょっと椅子を引くね、うん、どうよ、いただきます、マスター分かっているわ、うん、なるほど、つまりな、うん、カナの食事制限によって、うん、ダイソーはこういうのが食べたいんじゃないか
っていうことを分かってくれるぐらいの人だから、うんうん、説明しよう。萌え断サンドイッチとはいいから食べて。断面が燃える他の特製のサンドイッチなのだ。いただきます。はーい。ボリューミー、うん、どう？おいしい？大丈夫？カメラの位置というか、まあ、座り位置を少し変えまして、うんうん、ね、僕らがその桃の景色を見ながら、はい、絶景ですな。しました。絶景ですな。うん、ちょうど皆さんにはこういう感じで、うん、お花見ですよね、うん、これ都会でやろうと思ったら大変じゃない、ね、まあ贅沢でしょうね貸し切れないよ。お金を払ってもなかなか手に入れない景色。じゃあお寿司をいただくぜ。はい、富のマスターを心尽くし、マスターというか富の皆さん、ありがとうございます。カナさん妊娠おめでとう。おめでたい寿司。タケノコが入ってるって言ってたよ。タケノコが入ってる、ね、うまい。寿司。あ、これタケノコがね、うん、春だね。すごい春、うん、昨日より高い、うま、タルタルってる。タルタルに溶け込みたい。タルタルの風呂入りたい。食べられれば。タルタルの風呂まだスベスベ新しいエステみたいな。ハワイアンタルタルみたいな。なんだ。ハワイアンロロミの実みたいな新しい。妊娠何ヶ月ですか？うん、今ね、6ヶ月の後半です、うん。半年経ちましたね。そう、もう折り返し地点なんだよね。なんか早いなと思ってさ、ね、最近ね、うん、結構筋肉とかついてんじゃない？なんかね、もうボンボンお腹を蹴る力が。おおみたいな。赤ちゃんにやるなみたいな。筋肉が。そう、なんかね、ちょうどこの頃って骨とか筋肉とかが発達してくる頃なんだって、うん、だからもしかしたら力がこうついてきてるのかなと思って。で、なんか私は右蹴られることが多いけどね。あ、なんか右の方いるなとか左の方いるなとかわかる。これ男の人が感じれないのかわいそう。もう一人いるんだみたいなのが。そう。うん、なんか女でよかったなって。不思議なもんですよ、2人だったんですよ、うん、もう1人生まれる。ここに人間ができて、ね、来年はだって3人で今日の畑の状態です、うん、この散った後、うん、この残った、なんていうの、額の部分ですかね。そうだね、額だね。受粉をするとそこに実がなるわけですね、うん、ピクミンみたいな。ピクミン、あ、ほんと、かわいいね。ミラピクミンみたいなのが、うんうん、ピクミン懐かしい。出てきましたね、うん、これがね、桃の赤ちゃんなんですね。なるほど、うん、これだから、おしべとめしべが一つになって、うんうん、一つになって赤ちゃんができてるわけですね。うん、今まさにですね、花が咲いた状態でお父さんとお母さんが、うん、なんていうんですか、愛し合ってるわけです。なるほど、ね、うん、で、さっきのような赤ちゃんができる、うん、もう僕らと同じことですね。今この中で起こってることがこっちでも起こってる。そう、愛し合って赤ちゃんできるのと一緒で、今もその桃の赤ちゃんたちがたくさん生まれようとしております。あらかた食べ終わりまして、うん、満腹ですね。うん、満たされてる。気がつけば、うん、雲が一つもない。一つもない。本当に真っ青、真っ青で太陽で桃畑、うん、お花見日和ですね。